最初に、ちょっと自己紹介をしておきます。私専攻はですね、民事紛争解決手続きと、民事手続き法と言われる分野です。例えば、交通事故があったという時に、主人の間のに、紛争が生ずる、あるいは保険会社とその被害者との間に、紛争が生ずるという場合にですね、裁判を使って、どのように紛争解決をするということが公正なのか、とりわけですね、敗訴した当事者に対して、どれだけ納得をしてもらえるような裁判手続きを作れるのかというのがですね、この分野で、最も重要な問題であります。また裁判だけでは紛争解決できないこともありまして、和解とか調停という形で、合意で紛争解決するということも必要でありまして、それについても研究をしております。さて、現在の日本の裁判制度というのは明治期にフランスやドイツから輸入した裁判制度というものをもとにしているわけですけれども、その前のですね、江戸時代にも裁判は行われておりました。そこで今日はこの名奉行と言われました大岡越前の裁判物語を題材にしまして、民事裁判の在り方というものを考えてみたいと思います。まず大岡裁きということですけれども、皆さん大岡裁きという言葉聞いたことある人いますか？すごい少ないですね。どうもありがとう。ぜひこの日本の文化は継承していただきたいと思いますが、大岡というふうにここで言っておりますのは、レジュメの2番目に書きました大岡越前の神忠助という人であります。でこれは江戸時代、享保時代ですけれども、八代将軍徳川吉宗、これはご存知ですね、吉宗の抜擢で江戸町奉行などを務めた実在の人物であります。でこの人、大変多才有能な人でありまして、行政官としても有能な人だったんですけれども、ここでは名裁判官として知られている、その側面に着目したいと思います。でなお彼の行った裁判、名裁判はですね、大岡正談という、レジュメで3番目に書いてあるものですが、大岡正談というふうに、まとめられまして、中には落語になったもの、歌舞伎の原案になったもの、それから最近ですとそのテレビでドラマ化ということもされております。でなお、日本でももちろん裁判官のドラマがないわけではありません。ただ日本ではですね、その裁判官がその名前を言えば、あの人の裁判だというふうに分かるような、つまりこう、非常に個性のあふれる裁判をするということはですね、あまり望まれてない。むしろ全国どこに行っても同じ裁判がなされるという、平等の要請の方が、強いのであります。そういう意味で裁判官の固有名詞がですね、一般の方に知れるということは、あまりありません。というふうに申し上げるとですね、ひょっとしてよく勉強している方の中には、いやそれだと最高裁判所の裁判官困るじゃないかと。最高裁判所の裁判官というのは国民審査がありますね、でその時にその投票ができなくて困るじゃないかというふうに思う方がいれば、随分勉強なさっている方だろうと思います。最高裁の裁判官は、これは必ずしも全体の意見、法廷意見に賛成できなくてもですね、その場合には反対意見を自分の名前入りで書く、あるいは補足意見を名前入りで書くということができます。それゆえに、この裁判官はこういう考え方を持ってるんだということがみんなに分かりやすくなっています。で逆に地方裁判所や高等裁判所の裁判官は評議の秘密と言いまして、評議の間どれだけ揉めたとしても、それを表に出してはいけないと、全員一致で、裁判を書くということになってますので、その2つは少し別だということになります。さて、で本論に戻りますと、本日 の模擬授業においては、その大岡忠助の、裁判官としての面に着目をいたしまして、彼 の, その名裁判といわれる大岡裁きが現代の裁判とどう違うのかということを通じまして、日本の民事裁判への期待というものを考えてみたいと思います。で、実はですね、この大岡正談、ここに本ありますけど、大岡正談と言われるものの中にはですね、別の裁判官の裁判例であるとか、あるいは近世の逸話集だとか外国のエピソードだとか
に、まあ、財を得た、まあ、文学的な創作というものも少なからず含まれていると言われております。まあ、しかしここではその何が大岡の本当の裁判だったのかという史実の問題ではなくてですね、日本社会で理想の裁判として大岡裁きが長く支持されてきたのはなぜなんだろうかということの方が重要だろうと思います。でこの点に関してはですね、まあ、一つの説明は、これは法律というものは西洋から輸入をしてきたものであって、日本人はそういうその西洋的な法意識には馴染んでいないと。だからまあお上がなさる大岡裁きは好きなんだけれども、まあ、いわゆる裁判というものはこれは嫌いだと、まあ、そういう証拠なんだというふうにまあいう説明もあります。まあ、しかし、まあこれは一種の日本特殊論あるいは日本文化論でありまして、これは必ずしも十分な根拠に基づいたものではない、わけです。しかし他方でですね、ご存知のように2001年から日本では司法制度改革というのを進めております。で、まあ、皆さん多分裁判員制度というのはご存知だと思いますし、先ほど塩見先生のお話にもありましたが、まあ、法科大学院というのもご存知だと思います。まあ、これらみんな司法制度改革の一環なんですけれども、で、まあ、私が専攻しているその民事裁判に関してもですね、いろいろ改革はしています。しかしながら民事裁判の事件数はあんまり伸びてないというのが実情であります。でその理由は残念ながらよく分かっていないのですけれども、仮に日本人がですね長く大岡裁きが好きなんだとすれば、それと現在の法律上のその裁判というものとどう違うのか、何らか民事裁判を改善していくヒントになるようなものがあるのかどうかということを、考えるきっかけになればというふうに思っております。なお、大岡政壇にはさまざまなエピソードが含まれておりますけれども、本日は大変有名な2件の裁判を取り上げてみようというふうに思います。